ツバメは巣に帰るっていうことがありますけど、すごく意味がわかる気がします。僕にとってお母さんの実家は穴水ですし、昔はおじいちゃん子でこの穴水が好きだったけれども、今は別に好きでも嫌いでもないって感じで、じゃあなんで今帰るのって聞かれたら、ツバメは巣に帰るって思います。サラさんはすごく物静かな人でした。きっと能登で神社でたくさんのことを感じて帰ったと思います。私はサラさんに神社の素晴らしさを感じてほしかったです。そして神社の他の使い方を考えて神社を未来に残したいです。これはきっと亡くなった僕のおじいちゃんからのメッセージです。